韓国政府、ASEAN アアに告げ口外交へ、輸出管理で。韓国の連合ニュースによりますと、本日、韓国大統領の経済補佐官が記者会見を開き、11月に韓国で開催される ASEAN アア韓国特別首脳会議にて、日本の輸出管理について説明を行うと明らかにしてしまいました。韓国政府は、 アセアンプラス3外相会議で確認されたように、域内自由貿易の重要性はすべての国が共感している。100日後にどのように行われるか説明するのは難しいが、自由貿易体制を維持することが重要であるだけに、これに関する議論は必ずあるだろうとなっておりまして。こちら、日本政府は事前に ASEAN に対して、輸出管理について説明をしていただき、 自由貿易を守ることも重要でございますが、当然、それは安全保障が優先されるべきものであると説明をしていただき、ASEAN が韓国政府に騙されることがないように、対策を取っていただくようお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました